目上ぐらいに上肘が、はい、始まりました。はい、せーの、フジマニガールズです。どうも、始まりました、フジマニガールズ TV です。今日ははいはい、オチと私好みが2人で、はい、お送りします。 MC 担当でお送りしますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。PL もじゃんじゃんツイッターでお待ちしておりますので、送ってくださいね。さっきちょっと地震があったりして動揺してらっしゃる方もいるかと思うんですけれども、はい、はい、フジマニガールズ TV は元気を皆さんにお届けできるように注入していきますので、はい、よろしくお願いします。ということで、はい、まずはいつも通り自己紹介をしたいと思います。はい、ということで、はい、あっち、はい、お願いします。はい、フジマニガールズニキアオバです。よろしくお願いします。イエイ。あっち、MC 担当のコノミンです。髪の毛サラサラ、肌はツヤツヤが自信です。よろしくお願いします。ちょっとアイドルに見習って自己紹介のね、ちょっとこうスキルを身につけました。なんか最近、私もこうフジマニガールズ始めて、なんかちょっと考えるようになったんですけど、アイドルってやっぱなんかキャラ立ちが必要だなってすごい思う。キャラ立ちが必要だなって、キャラがもうあるじゃん。なんか言って考えろってこと。なんかこう一行みたいな感じで、一行みたいなキャッチフレーズ、ちょっと考えとくわ。あ、お願いします。募集してます。ということで、もうなんか今日2人だからすごい周りが早いんですけど、今日2人だからどうしましょうね。ファッションチェックをね、はい、はい、早速、はい、あっちから、はい、お願いします。お、大丈夫、イロハス落としそう。イロハス。はい、青地は、はい、今日のテーマは何ですか？今日のテーマはですね、今日ちょっと暖かくなってきたので、そうだね、ちょっと爽やかな感じにしようかなと思いました。すごい、なんか髪の色は変えてない？うん、変えてないです。パーマかけた？は前からかかった。多分今日は雨に降られたせいでちょっと髪っぽさみたいになりました。あ、でも伸びたんだよね、きっと。多分伸びました。なんかすごいそのブルー系がすごい似合う。パープルブルー系がなんか、シュシュとそのシフォンのスカートがすごい色があってて可愛いですね。なんだっけ、これがなんだっけ、ピンキアのダイヤ。それ前も言ってたよね。そう、私多分しょっちゅう言ってるんだと思います。結構でもキャンキャン系かな。でもフリフリ系じゃない？そうだよね。でもあんまり雑誌とか読まない。ああ、そっか。はい、そんくらいです。はい、あとはアクセサリーとかは、これは、ピアスはこの前中華街に友達と行った時に買いました。青材屋さんで、チャイニーズドレス屋さんで買いました。それはシフォンの下にもスカートを履いてるの？そうです。それはどちらで？これは忘れました。靴は、靴トレーカー、今日靴は、これは、新宿のアルタかな、のなんか、ボニータっていう6階とかに入ってるの分かりますか？お靴屋さんで。あんまりちょっと藤沢じゃなくてすいません。ネックレスは、なんだっけな。ネックレスも多分その辺で確か買って、ちょっとあんまり覚えてない。すごい可愛い、キラキラしてて。結構ネックレス持ってるよね、あっち。そうかな、アクセサリー系。そうかな、うん、可愛いと思います。ちょっと2人だからこんなに立たされてすごい恥ずかしいですけど。可愛いですね。ありがとうございます。じゃあくるっと一周してください。なんかね、シュシュとシュシュがすごい、前のお団子した時もそのシュシュだったよね、確か、多分。なんかその時よりもなんかそのふわふわな感じが可愛い。おー、じゃあ今後もちょっと採用していくと、しかも今日あっちつけまつげだからね。気合入ってますんで。そう、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
あ、まだ TL があんまり来ていないようです。はい、じゃあコナミンお願いします、うん、はい、ちょっとすいません、また今日コナミンも春っぽく結構薄着な感じ。コナミンバック落としましたすいません、はい、私はですね、あっち、はい、言って、あ、すいません、いいんだけど、あのいつもね、あ、じゃあ前回も誰も振ってくれなくて、じゃあまずは好み的に一通りじゃあ紹介お願いします。はい、今日のテーマは、はい、マリンルック。おー、うん、今年の江ノ島だけに、はい、そうそう、それもあるし、まあ、今年の流行りのマリンルックを取り入れようかなと思って、はい、あのちょっとスカーフをカチューシャ風に巻いてみつつ、うんうん、はい、うん、それ可愛いですね、ありがとうございます、うん、あとはワンピースですか？違います。あ、セパレート、うん、カットソーはどこだっけ、トゥモローランドかな。あ、うんうん、お姉さんブランドですな。ですか。あとこれはザラ、おざら様で、おざら様そうで、これはアバンリサーチっていうブランドで、そう、好きなんですけど、でちょっと見にくいんですけど、あまり足アップにしてほしくないんですけど、うん、ちょ、光の加減で、靴が、うん、ストッキング履いてるんだけど、うん、神田うのちゃんの、そうで、なんかちょっとね、光の加減によってこうなんかアーガイル調のこうしましまになるってことですか。しましまが見えるようなストッキングを履いてみました。今日で、今日は久しぶりなんか多分藤間にね初めてパンプス履いてきたんですけど、確かにほとんどデニムだったんで、ハッシュパピー的な、そうなんですよ、ブーツロックでしたよね。ハッシュパピー的なルックだったんで、デニムにみたいな。あ、なるほど。今日のこれはなんていうとこだっけ、タイゾウ、タイゾウさん、あ、嘘イーゾーさんだ、脱いじゃう、脱いじゃう、このイーゾーさんっていう、はい、あの靴のブランドがあるんですけど、うん、このリボンが、サテンのリボンがすごいお気に入りで、うんうん、もう一目惚れで、はい、即決で買いました。おー、かわいいです。うん、今日も好みの美脚がすごい。そうですか。そうですか。ありがとうございます。美脚キャラなんです、私の中では。あ、そうなの。ありがとうございます。そうです、でも、うん、千秋は高いですね。あの千秋170って言ってたんで、うん、私165なんで、全然ですね。あ、うん、この道千秋ゆりのが長身組で、長身組ですね。こんな感じで、おー、はい、こんな感じです。ありがとうございます。では TL 引き続きどしどし募集しておりますので、皆さんぜひお願いします。キャッチフレーズ募集中です。こっちのキャッチフレーズ、ごめんね。ちょっと今日はなんかバタバタな感じで、そうだね、物とか落としちゃうし、物の下か落としちゃうしね、はい、あと先週に引き続き、はい、後ろにこう大震災の被害者の方にメッセージが出ております。はい、見えますか。見えるのでは、もうちょっと前の方が、まあ、見えるかな、うん、よし、じゃあ、はい、続いてのコーナー、続いてのコーナーは写真のコーナーに行きたいと思います。はい、でということで、藤間にガールズの写真コーナー、イエーイ。ということで、はい、来ました、じゃじゃん、私です。おお、ということで、お紅茶ですか。そうなんです、うん、あのこれレモンジンジャーティーのティーパックなんですけど、すごく紅茶がもうものすごく好きで、そう、で大人大人、うん、いや、コーヒーが飲めないだけなんで。そう、それで、まあ、いろいろ探した結果、うんうんうん、例えばなんかこうオーガニックの店に行って、あの生姜と蜂蜜混ぜ、生姜工場に蜂蜜混ぜて飲んでみたりとかしたんだけど、うんうん、これはあの結構生姜のね強いの、そう、香りがすっごい強いんだけど、うんうん、なんかその刺激がたまらなくなってくるっていうか。すごい、もうなんかハマっちゃうの。あ、これないとちょっと
なんかもう1日1杯みたいな、大抵は。それは風邪の対策とかじゃなく て全然もう完璧ハマってますね。へー、ちょっと痛いマッサージに通っちゃうみたいな心理なんですか。全然それはちょっと正月嫁の、うん、蜂蜜じゃなくて蜂蜜入れたりしても美味しそうですよね。そう、蜂蜜入れても美味しいし、そうで一時期ちょっとシェイプアップ期間があったので、あれなんかコロコロローラーの週とかありましたよね。そう、その時から始めたのが、へー、そう、デトックスみたいな。そうです。で体温まるしね、生姜は。次お願いします。私も昔結構紅茶ハマってたんですけど、うん、なんか一人暮らしして、うん、洗うのがめんどくなっちゃって、うんうん、出たー家事のしないめっきりやらなくなりました、紅茶も。えぇ、まさかね。あ、でもティーパックは飲む、たまに飲むけど。あ、これも、これはネイルですね。おー、これ今日もちょっとこんな感じでアップにできますか。はい、そう、これは春をイメージ。そう、ここの指だけ桜の、桜っていうか花びらが映ってるんですけど、そうなんですよ。でなんかいつだろう、ちょっとこう、うんうん、家の人が、うん、な母親がこうちょっと入院しちゃった時から、うんうん、こう全部家族分の家事を やったら、うち5人家族なんですけど、手袋とか何もしないでやっちゃったから、爪がすごい弱くなっちゃって、うんうん、そう、それでもうちょっとジェルネイルとか、うん、いろいろ試してハードジェル、あ、それでなんか北海道行った時になんかあ、ごめんね、春休みになんか行って、ね、雪祭りに、雪祭りに、そう、その時にも折れたから、あ、行ったらなんかストロングネイルっていうのがあって、あ、補強してくれるって思うじゃない、うん、でなんか、あ、ストロングネイルとかあるんですねって言って、うん、行ったらなんか私その時にしてたのはジェリッシュっていう、うんうん、加藤夏希ちゃんと、あとなんかサロンでコラボレーションしたちょっと薄めの、ネイルだったんだけど、なんかそれつけてるんですよって言ったら、東京の方なんですかみたいなジェリッシュ落とせるみたいな感じで、え、もうすごい緊張してます今みたいな感じで言われて、で結局ストロングネイルはスカルプチャーだったっていうことに気づいて、あ、うん、あれでスカルプチャーはもう東京とかではもう、うんうん、ちょっともう死後ではないけど、うん、結構もうソフトジェルにもう、うん、とか走行フジェルっていうのに切り替わってたんで、落としても東京で落とすときに、うん、なんでこれにしたんですかって言われて、そう、でも、まあ、北海道時代遅れ説がそんな感じで、あ、TL が、湘南パトロールさんが、はい、じゃあ参加しちゃおうかな6時からだと思ってたのにプンプン、編集長なんかこちらのあれではない、でもお詫びを申し上げます。ちなみに私も今つい最近ネイルをしたんだね。してきました。紫好きなんだね。いや、これはただのなんかいつもピンクになっちゃうから、うん、紫にしてくださいって言って。おお、なるほど、うん、じゃあ次、あ、次の写真はこれは、ライブに行ってきまして、うん、はい、これ好みですか。私です。そう、なんかこの好み小学生みたいだよなんかそう、なんかそう、スウェーデンからやってきた少年となんか友達になったんだけど、うん、ライブ会場でそう、その、うん、終わった後の打ち上げみたいな感じの時になんか、そうそう、すごい20歳ぐらいかと思ったみたいな言われてもうすごい嬉しくて、そう確かにな感じで、多分前髪上げたら、まあ、10代まで10代後半でいけるかなみたいな、あれ肌ツヤツヤ、前髪髪の毛サラサラだからっていうそんな感じで、もうすごい楽しかったですね。おこれも初めてフェイスペイント、そう、フェイスペイントをやって、そう2011明かり 4.10 で、その上に私の好きな
女の子のあやかっていう入れてもらったんですけど、そうすごい昨日かな、なるほど、ね、4.10、うん、そうだね、そうそうそう、そんな感じです。なるほど、次お願いします。これ落ちましたか？すぐ落ちたよ、へメイク落としで。なるほど、うんうん、おあおっちだね。そうです、次私に変わります、はい、とこれはちょっと実は3月にインドネシアに、うんうん、えあおっちのキャッチフレーズ踊るサンゴ礁はどうかな踊ってない、これなんでですか、踊ってないんですよ、どっちかってみおちゃんとかの方が踊るキャラなの、昭和っぽい感じ、あそう、松田聖子的なことそうじゃなくて、なるほど、あすんごいポジティブに捉えてそうじゃなくて、なんだかのサンゴ礁って歌ありますよ、ね、ああなるほど、松田聖子的な感じですかってじゃあ聞いておきますので、どうぞこの写真の、ありがとうございます、はい、うん、これはインドネシアに行ってそこで食べに入ったなんかご飯屋さんの図ですね、うん、図でなんかまああっちは暑いので、まあ、薄い格好してて、であとこれ友達2人なんですけど、うん、まあなんかムスリムの子なのでこういうスカーフしてますみたいな感じです。なるほど、はい、お願いします。でちょっと今日は食べ物シリーズの写真を用意してきました。おでこれがまあ、ジュースなんですけど、うん、これ何のジュースだと思いますか？何のって？種類？うん、味？果物のライチ？なんか違う。なんかもうちょっとえげつない感じです。いや。果物？果物、野菜？ドリアみたいな。ああ近い近い近いです。これ実は、アボカドジュースで、え全然えげつなくなくないこれ、でもアボカドでしかもここがこのチョコレートがこう巻いてあるみたいな、アボカドにチョコレートなの、うん、なんか普通にデザートに入れるみたい で頼んでみたもののなんかちょっとやっぱ喉越しに耐えきれず、はい、あの交換してもらいました。飲んでた。あでも美味しかったですよ。うん、アボカド好きな私としては。うん、本当に、うん？なんか結構あのドロッとした感じが、うん、そのままっていうか結構美味しいんだけど割とシェイクそうですそうです。アボカドだよね。アボカドです。はい、細かい。めっちゃ細かい。活字で生きてられる方だから。次お願いします。結構あっちはもう20度くらいあって赤道の下なので暖かかったです、うん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 、でこれ第2問でこれは何の焼き鳥のことをサテって言うんですけど、インドネシアでは随分なんか棒のさ長さが長いよねなんかお肉が小さいんだよね、うんうん、あ液体のアボカド美味しくはなさてんてんてんコニーさんそうですね、うん、でこれなんだと何のお肉だと思いますか？日本で食べれますか？食べれるんじゃないですかね。どうなんだ。売ってますか？いや売ってはないです。インドネシア。そうです。うさぎ。ああ正解です。編集長。いやさすが文系で。うさぎのうさぎのお肉にこうピーナッツソースがかかってるんですけど、まあ、なんか優しなんか優しいじゃなくて柔らかくて美味しかったです。お焼きうさぎですね。焼きうさぎすごいねなんかね、うん、じゃあ次お願いします、普通に食べれた？うん、いやなんか柔らかくて美味しかったです。すごい、うん、また食べ物が日本の食べ物出ちゃったんですけど、これは普通にあっちでお寿司を食べてて、うん、でなんか結構なんか海外でお寿司屋さんとか行くと、うん、なんかアメリカはすごいカリフォルニアロールとかで、そうそうそう、なんかドレッシングかかってるみたいな感じだった、うんうん、なんか私も2軒お寿司屋さんあっちで行って、うん、なんか1軒はなんか、うん、あるんだね、メロン蒸しとかなんかちょっと得体が知れないものがいっぱいあったんですけど、うん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 、なんかここはすごい普通にお寿司が出てきて、うんうん、なんか美味しかったよ的な図ですね。なるほどね。ちなみにこれはなんかこの右の赤い、うんはいはい、タコ、うん、これなんかちっちゃいタコがいっぱい乗ってるんですね。次お願いします。
美味しかったです、うんうん、じゃあ最後の1枚が、え、私あと2枚送ってるんですけど、あれ結構前に赤い巻物何、あ、トニーさんが赤い巻物何グロいよって書いてある、これはあのなんだっけ、あ、タコです、タコ、あ、タコの似たやつだったと思います。で、これが最後の1枚なんですけど、うん、これなんだろう、ヘビ、あ、多分そうです。へぇ、でかいね、すごかったんですよ、大きくて2メートルくらいあって、すっげー、で、なんか、まあ、普通になんか怖かったです、そりゃそうだね、そりゃそうだね、なんかこう、なんか笑い取ろうとかじゃなくて、普通にこういう顔になりますっていう写真で、いやいやいや、てかその前に持てないもん。でもなんかね、うん、なんか今脱皮の時期だから大丈夫なんだよみたいなことをもうひたすらに言われて、すっげー、はい、かなりでかいこれなんか締め付けられたら死ぬレベルだよねこれ、うん、多分、やだー、すごい無理、ね、腰抜けちゃいそう、私無理だわ。決まったじゃんキャッチフレーズ、あー、そうだ、何ですかあの、ね、何、蛇使い、蛇使いな、あっち蛇使い、青葉じゃあちょっとそれで、それ毎週やるんですか。そうですね。この山ちゃんは化粧品の写真送ったんですけど、あ、TL が。ね、このみちゃんの合計4枚だったと思うんですが。紅茶とネイルとあと顔フェイスペイントと。T シャツの、そうで、その前に、うん、じゃあそれはまた次回に、次回待って、ありました、なんかあの、あ、お財布、湘南パトロールさんがお財布ハンドバッグにどうぞって書いてあります、ヘビがですね、え、でも本当にそういうあのお財布とかのヘビ側ってあるじゃないですか、はいはい、あれ、うんうん、みたいな感触で、それがなんか動くみたいな感じでした、動く、まあ、で、こうなんか舌がこう二股になってて、なんかそれがちょっとなんか気持ち悪かったです。へー、大丈夫なんだな、触るのとか、うん、すごいね、うん、周りの友達もやったは、なんかすごい勧めてくれた割にできるよみたいに言ってくれた割に、私がやったらみんななんかさーっていなくなって、写真撮るよとか言ってみんないなくなっちゃって、なんかすごいちょっと騙された感でした、ね、騙された感、うん、ちょっと青ちゃん体張るな、あ、すごいなんかブーイングがすごい、何何これ、爬虫類嫌いって書いてあります、マルユウさん、マルユウさんが、そうですよね、私も別に好きでは好きでは…てんてんてん、なるほど、私も好きではてんてんてんって感じですね最後は食べちゃうの、湘南パトロールさん、食べれるんでしたっけ、ヘビって、ワニ食べれるって聞きました。は食べはしなかったです。はい、ウサギだけでした。最後は食べちゃうのってすごいよね。でもなんかこうお酒とかには入ってるのはなんか一緒に売ってたりとかしてて、うん、いやなんか、うん、うんっていう。言いながら私も天然のワニ柄の財布前使ってたことあるけど、あれと一緒だよさっきの。そんなところです。なるほどなるほど、そうなんですな、そんな感じなんですね、うん、写真は以上でしょうか。そうですね、はい、はい、じゃあおうちの、はい、最近の出来事、最近の出来事ですか。 あ、うん、あ、いいですか、じゃ あ行きますか、ね、そろそろ、はい、スペシャルゲストに、すいません、はい、ですね、今日は、まあ、あの地震や津波など、うん、もう本当にテレビをつけると暗いニュースばっかりでこう多いばっかり多くて、でなんか私も昨日行ったライブでも本当に日本の未来、日本未来へ進めっていうタイトルのライブだったんですけど、うん、あの今日はですね、なんと、なんと星野テレビからゲストをお招きしておりますということで、星野テレビの星野剛志さんね。真ん中に。はい。こ
こんばんは。こんばんは。お座っていいですか。はい、こちらに大丈夫。はい。またぐ感じ。またぐ感じで、はい、ちょっと待って。はい。大丈夫です。はい。どうもこんばんは。こんばんは。これこっちになりますね。すみません。カメラこっちですね。はい。こんばんは。こんばんは。はい。はい。あとファッションチェック最初に。もしあのなんかやりましょうかみたいな。嘘やりましょうかファッションチェック。シャツが。え？ファッションやりましょうか。すごい。ぜひぜひお願いします。ファッションチェックで、はい、あカメラはあそこなんですけど、はい、ネクタイはなんかこうこだわりとかあるんですか。あ、ね、はい、うん、結構ねブルガリおーのはいいなと思って、はい、色合いとかはいつもね、はい、全然決まってないですけど、あ、うん、そうですね。いいのがあったら、そう。でも高いから買えないんだよね。500円貯金して1年に1本ぐらいしか買えないから。500円貯金して。いや本当に。なかなかたまらないんですよ。え？なかなかたまらないんですよ。たまらない。だから1年に1本ぐらいしか買えないんだけど、ネクタイ買う。ネクタイは結構好きですね。でも今元城さんが絶対嘘だよ。絶対嘘だよ。いや、あとシャツとかは。はい、シャツは、うん、こだわりっていうか、はい、そうですね。うん、割とストライプのやつは多いのかもしれないのと。白よりも柄物が多い。そうですね。真っ白っていうのはあんまりお通夜に行くときぐらいしか着ないから。そうですね。ただあんまり濃いシャツも着ないですね。赤とか、そうですよね。赤のシャツなんかないでしょ。エンジ色とか。いや、そういうのは濃い色。濃い色。なんか紺でも、ああ、そういう濃いのはね着ないですね。はい。なるほど。ということで終わりで。はい。いや早い。ありがとうございました。早い。いやすいません。いつもご自分で選んでるんですか。はい。もちろん全部スーツもあれも全部自分ですね。女房は買ったことも見たことも触れたこともない。ただ単にクリーニング出してるだけですね。全部そうですね。スーツとかこだわりあるんですか。こだわりはあんまりないですね。オーダーとかで作られたりするんですか。知り合いの藤沢市の長後にあります野口テーラーさんっていうところが、結構なんかオーダーだとなんかいろいろなんかオプションで自分で好きなように。そうですね。でもオーダーばっかじゃなくて、はい、そこは中学の先輩がやってくれてるんで、はい、安く原価でって。言っちゃいけないのかなこれ。あとはまあ吊るしも買えますよ。あ、そうなんですか。だいたい吊るしでぴったり合うんで。ぴったり合うんで。はい。私いつも気になってるんですけど。はい。いいですよ何でも。体型維持はどのようにされてるんですか。ですよね。ですよね。なんか私お父さんとかもボヨンボヨンなんですけど。はい。何か運動とかされてる。もうお父さんの世代だもんね。まあそうですね。はい。いや体型維持ね、なるべく食べ過ぎないようにっていうのと、あとはまあ週に1回ぐらいは走るようにはしてるけども、でもそれもなかなかできたりできなかったり。お食事とかは。何はあんまり別にあれはないですよ。食事制限とかしないです。ないしない。付き合いとかもあるし。付き合いもあるし。だから基本的に朝食べない。朝なんで立って喋ってんの。もういいのかな。すみません。いやすみません。ごめんね。なんかツイッターで、ではここで一曲お願いします。ヨルさんかな。歌いましょうか。歌って踊れる政治家目指します。ボイストレーニングもちゃんと受けてますし。ってなことですごいことなんですね。朝食べなきゃいけないっていうのは、これは結構迷信ですからね。そうですね。そうよ。朝食べないといけないっていうのは迷信で、日本人は古来特に農業やってる人は野良仕事は朝起きてそのままやって、早昼ご飯を食べて夜食べるとか2食ですね。そうですよね。だから3食食べなきゃいけないっていうのはいろんな説があるんだけど、一説には明治時代になって、軍隊に人が集まらない、で2食しか食べてないと。で3食軍隊に入ると朝からご飯が食べれますよと、3食食べれますよというので
で、あ、3食食べるんだみたいな。じゃ行きたい。そうそうそう。そんなインセンティブ。いやいや、そうよ。だから世界的に見てもあのヨーロッパの人たちってあのカフェオレにビスケット1枚ぐらいでしょ。ああ、なるほど。うん、か朝から気が狂ったみたいに食べてるのはアメリカ人だけです。なるほど。うん。でカロリー、トータルカロリーだから朝抜くことによって、うん、うん、なるほど。ということで全然すいません、話題が、ファッションチェックをさせていただきまして、はい、ありがとうございます、はい、ということで、はい、今日は、はい、星野剛志さんをお招きしまして、はい、噛んでますけど大丈夫ですか。はい、はい、よく噛んでて、すいません。ということで、はい、星野さんに何でも聞いてみようのコーナーでーす。ありがとうございます、はい、これ星野テレビでも昔やってたんだよね、はい、あ、本当ですか。いいですよ、はい、すいません、はい、ということで答えられる範囲で、はいはい、星野剛志さんは、はい、自民党 の、はい、あの衆議院神奈川県第12選挙区、うん、支部長、はいはい、今そうですね、あられない、あられない、はい、おられへん、はい、いや、おられもしないけどもはいはい、どうぞ。あの都道府県知事の選挙が先日行われたんですけれども、はい、まあこの番組今、まあ、11人、うん、まあ、見てあるんですけど、はい、まあ同年代、うん、私とか、はい、おうちの同年代の子たちは、はい、まあ、選挙にどれぐらい行かれたのかなっていうのをちょっと TL でもしよろしければ、うん、そうですよね、はい、お聞きしたいっていうのと、うん、視聴者選挙率みたいな、はいはい、うんうん、でちなみに私は期日前に行ってきたんですけど、はい、まあ、結構期日前投票を利用することが多くて、うん、はあ、まあ便利ですね、便利ですよね、うんうんうん、そういうところでなんかそうですね、なんかそのなんだろう、はい、なんだろう私は正直に言うと、はい、生まれて一度も選挙に行ったことがなくって、生まれて一度も行ったことがないの、うん、だってまあ21だから、あ、そこですか、まだ選挙がないんだそうだね、あ、でも来ます、来るはずなんですけど、うん、今回ちょっとお引越しがあったので多分選挙権がなくて、あ、星野さんがおもちゃを得たみたいになっちゃいましたけど、いいですいいです、これ楽しんでますけど、はい、私も持ってます、はい、これ持ってます、あ、これねこれ湘南パトロールさんがお借り優勝してる、あ、何を映してんの、まあいい、あ、何を映してる、これいいですよ、これコダックのね、はい、コダックのいいですよね、はい、スポーツ、はい、で、私はでも去年かな、うん、あの衆院選で参院選でしたっけ、参院選の時に、うん、某テレビ局の集計アルバイトをしたことがあります、はい、おー、うん、あ、でもアルバイト出てるよね、出口調査、いや違います、あの、うん、2階からこうやって、ああ、はいはい、山を見るってやつね、そうですね、はいはい、あ、すごい、うん、すごい、小泉山田とかなるほどなるほど、うん、山になってくるからね、最後ね、そうです、山を見れば大体分かる、大体どんな選挙でも500の束にしてこう積んでいくから、その束を見ると分かる、うん、なかなかすごい緊張感があって、うん、黙々とやってるしね、そうですよねまあそれはそうだね、喋りながらやるわけじゃないけど、あ、なるほど、はい、はい、で今度市議選が25日にあるということで、24ね、24に、はい、日曜日ね、24、はい、日曜日に、はい、再来週ですか、そうですね、うん、そうですね、はい、まあなんかその若い人たちは、うん、まあそういうふうに、なんていうんですかね、なんかこう一つのなんかこう反発みたいな感じで、はいはい、なんか選挙行っても、うん、投票、自分一人が投票したところで、うん、なんかこう何も変わらないんじゃないかと思っている人たちが結構同世代では多くて、はいはい、で今回 の、 その都知事選の時も、うん、結構なんていうんですかね、一票入れたところで何も変わるわけじゃないから、うん、行かないっていう方が結構いらっしゃったんですけど、うんうん、はいはい、まあ、政治に詳しい星野さんと詳しい専門家なので、はい、まあ、
そうですね、いかがですかねって聞かれても困るんだけど、うん、その前にまず自己紹介、うん、ああいやいやいや、まあ、大丈夫です大丈夫です大丈夫です、はい、でもツイッターでもいろんなねあの意見とか出てたじゃないですか、うん、もう行かなくてもいいじゃんみたいなのもあるし、うん、あえて行かないみたいな人もいたし、うん、なんかその辺ほのみちゃんとかツイッター見ててなんか気づいたことありました、うん、ほのみちゃんとかで見てツイッターを見ていてこんなこと言ってる人がいたみたいな、うんうん、あそういうの教えてもらいたいね、うんうんこんなことを、うん、あそうですね、なんかそのまあ私東京都民なんですけど、はいはい、鎌倉生まれ東京育ちなんですけど、あのまあ東京都知事選のポスターを見た時に、うんはい、まあ今回結構その石原さん東国原さんの他に、うん、結構こう見たことのない顔ぶれの方たちがいらっしゃって、うん、でパッと見やっぱりそのちょっとサブカルチャーっぽい感じがするっていう、なんかお祭りみたいになっちゃってる、ね、あだからちょっとこう話題性があって、うん、流行的な、うん、感覚で、うん、ファッション感覚で、うん、選挙行くの、うん、みたいな感じ、はいはい、政治の専門家じゃなくて、うん、なんかちょっと有名になりたいみたいな人が選挙に出ているから、うん、私たちも真剣になれないってことです、うん、ああそうかそうか、さらに多分地震と重なったので、うん、それありますよね、あります、うんうん、どの人に任せたら私たち安全なんだろうっていうところと、うん、やっぱりなんかあのもっとなんかこうアピールしてい、いただけると、はい、あのそうだね、なんか分かりやすく、うん、そうするとなんか行きやすくなるというか、うん、マニフェストがちょっとはっきりバンって来ないなるほど、ね、っていうのが読んだことあります、マニフェストとか読んだことあります、うん、読み比べたこととか、ああすごいねすごいよね、お、うん、それ感想は、感想は、うん、でもちゃんと読めば、うん、特徴は分かるし、はいはい、で自分がその特徴の中で、うん、まあどこをこうポイント的に押していきたいかっていう、うんはい、ポイントを見つけてそこに投票するっていう、うんうんうん、うん、素晴らしいじゃん、何もこう付け加えることない、あタイムラインで、はい、あコニーさんがそんな方だったとは普通にいじろうとしてしまって反省っていう、うん、ちょっとファッションチェック楽しみすぎました、うん、普通にいじろうと思ったら反省した、誰がコニーさん、コニーさん、ね、いつも見てくださってる方なんです、ありがとうございます、普通にいじろうとしてってどういう意味かよく分かんない、そう、どういうふうにいじろうとしたのかね、すごく聞きたいですね、うん、まあこんな親父ですけど湘南パトロールさんが選挙行きました、はい、知事候補者名の上に書いてあったのは、うん、みんな無所属でした、うん、無所属という表記は正直言ってどうなんでしょう、うん、確かに、あそうですね、あ湘南パトロールさんこれ使ってます、はい使ってます、あこっちか、はい、売れてますよ、爆発的に湘南地方では3人のうち2人が持ってるって、ね、すごい、いやすごいですね、はい、まあそうか質問ね、はい、無所属層はどうなのかということですか、これね、首長選挙ってよく言ってるんですけど、知事選挙とかあと市長選挙の時は、はい、ほとんどの人が無所属なんですね、あ、うん、それで、無所属で、あと政党っていうのがあるでしょ、はい、で政党なんかの取っても推薦っていうのと、はい、無所属で取っても推薦だから無所属ってあえて書いてるんですけど、なぜそんなことが起きるかっていうと、はいはい、知事とか市長って一人しかいないじゃないですか、うん、うん、あなるほど、ね、一人しかいないそういうポジション、はい、で割と皆さんが思ってるよりも知事とか市長って権限強いんですよ、ね、直接選ばれるわけだから、うん、アメリカの大統領みたいなものだと思ってもらえればいいんで、はい、うん、権限強いんですね、はい、でその権限が強い人がどっかの例えば自民党とか民主党とかに所属してて、はい、公認候補、はい、ダメだっていうことじゃなくて、はい、のなるとすごくその色が強くなるでしょ、はい、あそうん、だから政党を代表してるんじゃなくて、はい、そこの地域の市民を代表してるという意味でどこの政党にも所属しませんよと、推薦ぐらいはいいですけどと、はい、これなんでみんな無所属なんですよ、なるほど、結構なんかその分かりにくいよね、一般選挙はみんな公認で出るから、うん、何々と自民党民主党、はい、何々党って全部出てるし、はい、僕も今度衆議院出るんですけど、はい、その時は自民党公認という、はい、どこに所属してて、うん、どういう政治思想を持ってるかというのを
それのことによって分かりやすくなりますね。いろんな誤解もあるけれど、はい、民主党と自民党は違うとは思うだろうし、はい、自民党と共産党は違うと思うだろうから、はい、うん、だからあの明確に自分の政治スタンスはどこの政党ですよと、っていうので一般の議員選挙はみんな公認でやるので、あ、うん、でもなんかある程度分かっていったら、うん、なんかもうその推薦の段階で、うんうん、あの例えば自民党、はい、民主党って無所属だけど、うん、あの押してるのはここの党ですっていうのがもう分かっちゃったら、うん、じゃあなんで無所属って書いてるのっていう、あ、そう、なんかちょっと中立性が直接選ばれるから、うん、中立的な立場じゃなきゃいけないから、うんうんうん、無所属っていうのは、そう、だからあくまでもどこの政党にも所属はしていませんと、うん、うん、だ A という候補者を推薦をしてくれてる政党は A 党 B 党 C 党ってあるけれど、僕はどこの政党にも所属してませんよと、そういう意味であえて無所属っていうふうに、オリジナルの考え方があるっていうこと、うん、ということもあるし、どっかの政党をに所属してるとどうしてもその政党に引っ張られるでしょ、うん、そうではなくて一旦知事とか市長に選ばれたら全市民、はい、全県民を代表するんですよと、はい、だから無所属なんですと、すごくね、だけどこれ普通に選挙やってる時も、はい、僕なんかのことを支援をしてくださってて、そこそこ選挙に詳しい人も、はい、このことを理解してない人がすごく多い、ものすごく多い、もう僕も体験あるんだけど、はい、ね、一度市長選挙出て負けてますから、はい、その時も無所属で出たの、はいはい、だけど他の政党の人、自民党も応援もしてくれてるし、他の政党も応援してもらったけども、うん、はい、そういうことを理解しようとしない人、大人もいっぱいいて、うん、なんで民主党から応援なんかもらったんだとか、ずっとそんなことでこだわってる人もいて、いくら説明しても、うん、おじさん分かってくれないおじさんたちっていうのがいっぱいいる、うん、だここはね、少しあの一般の議員選挙と、そういう首長選挙で市長知事の選挙って違うんだということを、もう少しこうみんなで、理解をしてもらえるようにしていかないと、今見たみたいに、なんで無所属ってわざわざ書いてあるんだろうという、うん、これはものすごく、これ世代関係なく、すごく今の日本の有権者が理解してないところ、うん、ものすごいいいポイントだと思いますよ。うん、ここで褒めても一票にもならないで。でもすごい。いや、うん、うん、うん。あ、でも TL も、ああの湘南パトロールさんがありがとうございます、はい、ということで、はい、あと見てますよ、こんばんはということで、うん、ヤングラブセルフさんが、ありがとうございます、はい、来てくださってます、ありがとうございます、はい、はい、はい、なるほど。なんで投票に行く若い人たちが多くないのかなっていうのは、うん、はいはい、あのこれね、僕そんなに不思議に思ってないの、うん、うん、これね、あのね、あんまり不思議に思ってないっていうと怒られちゃうかもしれないけれど、はい、やっぱりこれ僕自分の信念なんだけど、はい、政治に無関心でいることはできるよね、うん、無関心でいることはできるんだけど、はい、無関心ね、はい、無関心関係ないって、自分は政治なんて全然関係ないって、はい、無関心でいることはできるけれど、はい、無関係でいることはできないんです。わかる、はい、もう関係ない、誰が政治やったって変わらない、ね、はい、私には関係ないって、はい、もう関係、あれで無関係、あの無関心だ、ね、はい、うん、っていうのはできるけど、はい、でも必ず関係はしてくるのね、はい、うん、で関係が、政治って自分たちの生活とか、はい、例えば、ね、まあ、働いた時に税金がどうしてこんなに取られるのか、はい、取られるね、取られるっていう、まあ、言い方もよくないかもしれないけど、税金をなんでこんなに納めなきゃいけないのか、ね、なんでこの町だけ公園が少ないのかとか、どうしてここの道路だけ渋滞がしているんだとか、ね、そういうことって全部政治が最終的に決めてることなんで、はい、無関係ではいられないよね、はい、ここの日本という国で生活をしていく上に、無関心ではいられるけど無関係ではいられない、はい、無関係でいられない、はい、で自分たちが一票を投じた人たちが決めるんでしょ、はい、そのことを、はい、自分たちにすごく関係がしている税金のこととか、はい、教育のこととか、はい、もっと言えばあの、まあ、皆さんまだ若いからだけど、年取ってくるとそれ病気になることもあるし、健康保険のこととか、あと
ね、年取ったら介護を受けなきゃいけないかとか、あとリタイアしたあと年金もらえるかってみんな関係するじゃない、はい、無関係ではいられないでしょ。そうですね、無関係でいられないことに、はい、せっかくそれに対して意見が言える機会があるのに、はい、票を入れない、はい、うん、文句だけ言ってる、はい、文句いくら言っても変わらないんだよね、はい、文句だけ言ってる、なんか白紙にする、白紙で投票することがそれが自分の意見だみたいなこと言う人もいるんです、うん、それでもいいと思う、うんうん、あの白票っていうんだけど、うん、あの白紙で投票をする人がたくさんいるということは、うん、政治にはちゃんと見てますよと、うん、関心もありますよと、はい、うん、だけどもこの例えば5人の中で自分は一番いいと思える人がいない、はい、いないから白票を投じる、はいね、でこの100票がもしすごく多いパーセントあったら、これはねいい候補者出てきますよね。あでもなんかそれって、うん、例えばなんか、まあ、例えば今回の都知事選だったら、うん、よく見て白票でもし投じて白票が多いだろうなって考えられるぐらいのものであれば白票で投じることもできるけれども、うん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 、なんか白票を投じたとしても必ずこの人、はい、まあ、この人とこの人はこう僅差でこう来るんじゃないかなって思われた時に、うん、こう自分で投票する時にすごくこうやっぱ迷います。あ、うん、あそれはね、うん、いや別にあの白票を進めてるわけじゃなくて、うん、行かないよりも、うんうんうねうん、次の選択肢として、うん、あの関心はあるけれど、はい、自分がベストと思える人がいないというんであれば、はい、白票を投じることもありかな、うんうん、で白票が多い場合に、うん、その新しい候補者が出てきた時に次の選挙にたくさんあのいい候補者が出てくる可能性は高まると思うね、うん、だってそれだけ関心はあるけれど、はい、この5人の中でいいと思われた人がいないん で、うん、でこの5人よりは自分の方がいいなと思う人が出てくる可能性っていうのは高まるじゃないですか、うん、そうですね、うん、でなんか TL ね、うん、あのいつもご覧になっているコニーさんという方がいらっしゃるんですけど、はいはい、私は千葉県人ですけど、うん、神奈川ならではの注目されている問題点ってありますかっていうこと。せっかくだから星野さんに聞きたい内容ですね。神奈川県ならではの注目をされている問題、うん、茅ヶ崎でも、はい、うん、いや茅ヶ崎藤沢、うん、湘南地区で、うん、まあこれ千葉県と同じになっちゃうんじゃないですか、ね、今の現時点というふうに捉えると、これはやっぱりこの神奈川県もこの藤沢ここからね素晴らしいスタジオでやらせてもらってますけど、まさに湘南海岸のど真ん中でこのスタジオあって、目の前は江ノ島ですよね。よく朝の番組で出てくるようなこの光景が映ってるわけだけど、お天気カメラやっぱり現時点ではやっぱりものすごいこの海の問題、あの津波、うん、これはもう神奈川特有ではないですけど、神奈川も海の町なんで、うん、そのことは多いと思いますね。そうですね、うん、それともう一つ神奈川県ならではというちょっと専門的になってしまうかもしれないけれど、はいはい、神奈川県ってあの政令市って聞いたことあります？政令指定都市、はい、いや正式に言うと政令指定都市、はい、あと一般に言う政令市、はい、これは神奈川県内で3つあるんですよ。あ、はい、横浜、はい、川崎、はい、今度は相模原、はい、うん、で一つの県に政令指定都市が3つもある都道府県って日本で神奈川だけなんですね。あー、そうですよね、うん、人口も大阪よりのちょっと最近になったの。そう、で、あの神奈川県っていう地方自治体と、はい、あとは政令市、はい、ほとんど権限同じなの。あ、なるほど、うん、これもすごくなかなか理解してもらってないところなんだけど、神奈川県という自治体は横浜市内ではたった2つの仕事以外はやってないんですよ。なるほど。たった2つの仕事って何かって言ったら神奈川県警っていうでしょ。だから警察の仕事と、あと神奈川県立高校ってあるでしょ、はいはい、県立高校の話、この2つ以外はよく神奈川県内であろうと全部横浜市がやってる。あ、全部川崎市がやってるの。なるほど。じゃあ、うん、病院とかはどうなんですか。病院だって私立病院でしょ。じゃあつまり、うん、例えばなんか北海道だったら札幌市とか、うん、大阪だったら大阪市とかが一つが権限を持ってるのに、うん、神奈川はそういう権限が乱立しちゃってるから、3つもある、うん、3つもあって県としての、そう、やり納めるのが難しいよね。3つもあるから、
3つもあるから、でしかもその3つ足すと神奈川県民900万人実はいるんですけれど、そのうちの600万人以上がこの3つの政令市に住んでるの。ということはたった300万人の人たちの主によ、はい、にことをやってる都道府県っていうのはすごく神奈川県特有の今問題になってきて、空洞化っていう言い方もするんですけど、これはすごく神奈川特有の問題だと思います。なるほど。なんか県と市の権限の問題最近注目されてますね、うん、ありがとうございます、うん、はい、ということで、あと湘南パトロールさんが、はい、どうも内容が星のテレビのアナウンサーの頑張れって書いてあるよ。踊る三国賞ファイトって書いてあります。はい、そう踊る三国賞になっちゃったね。星のテレビに乗っ取られたみたいになってるから藤森ガールズ TV 頑張ってください。まあ、もうそろそろどんどん、あ、もう終わりなの、あと5分くらいで。あ、本当締めの時間で、まあ、のどんどんね、ね、好きなこと聞いてください。好きなこと負けないで、フジマニガールズ負けないで。じゃあ一つ質問を、はい、いいですよ。前ちょっと TL を、はい、こんばんは、見てますよ、はい、お星野さんだ、フジマニガールズの皆さん、政権交代より世代交代をテーマにガンガンツッコミ入れてみよう。おー、どうぞ。なるほど。どうぞ。いやいやいや。いやいやいや。いやいやいや。そう、どうぞ。なんか私が今質問しようと思ったのは、うん、なんか政治家の方って普段ってどういうお仕事されてるのかなって思ったんですね。うん、あの僕今現職ではないんであれですけど、現職でっていうことであれば、多くの人が思ってるよりも、うん、例えば僕県議会議員を12年、うん、31歳の時から12年間やってたんだけど、うん。やっぱり3分の2ぐらいは横浜に県庁ってあるでしょ、うん、あの中に議会って県議会ってあるんで、そこに行って議会の審議をしたり、その関連の仕事をしたりということが大体3分の2ぐらい、あとの3分の1はやっぱりこれ4年に1回は選挙を迎えるんで、まあ、地元の、うん、会合に出たり、うんうん、あとは、まあ地元でいろいろ相談事ある人 の、 る、うん、の話を聞いたり、うん、それはすごくよく耳にします、うんうん、そんな感じじゃないですか、うん、3分の2ぐらいは議会に行ってて、うん、3分の1はよく言う地元活動っていうんだけど、なるほど、地元でいろんなことをやってるという、うんうん、じゃ普段の会社員の方って例えば9時5時でオフィスに出て土日はお休みとかいう感じですけど、はいはい、政治家の方はじゃあもう結構それと同じくらいのペースで、うん、もうなんかあの勤務時間って言ったらこれもう自営業と同じなんでいやいや自営業者でしょ、誰に管理されてるわけでもないし、ね、だから僕はその12年間今もそうですけど、うん、決していいとは思わないですけど、うん、休みって1日もないですよ、うん、おー、うん、土曜日曜もいろんな行事もいっぱいあるし、月から金は議会もあるし、うん、だから休みはまるでないのと、あとどっから勤務時間ですかって言ったら明確に言っちゃえば起きてから夜中、うん、寝るまで、あ、うん、なるほど、うん、だからコンビニでアルバイトしてて時給もらったらものすごいお金になると思うぐらい、いやいや長時間でどこにいても仕事じゃないですか、携帯が鳴ればもうあれだし、ね、どこにいてもあれだし、まあ、すごい どちらかというと私は3分の1 の、うん、その地域に密着した、はい、やっぱ活動を、うん、なんかこうする議員さんを支援したいなっていうのはすごく思っていて、うん、やっぱりなんかそのこう何ですか、一市民っていうか庶民だけの力ではどうにもならないことって本当にいっぱいあると思うし、うんうん、はい、うん、なんかそこでやっぱりこう助けの手を、うん、そうですね、進めてもらえるように、そうですよね、やっぱりでも生きづらいじゃないですかすごく、うん、だからそこをなんかもうちょっとこう、ああなるほどね、敷居が高い、高い、ああ、そうですかね、うん、でも全然そんな思わないでしょ星野さんは、うん、敷居がないみたいな、いや別に知り合いとか知り合いとかじゃないとかじゃなくても、うん、すごく本当に例えば困っていることがあって、はい、でそれはすごいプライベートなことだとして、うん、それを相談しに行こうとした時に、うん、それはなんかその病院とかのカウンセラーの先生に相談するようなこととは別で、はいはい、その議員さんにちょっとお願いしたいんですっていうふうに行く時って、うん、はいはい、
やっぱりそれなりの勇気とエネルギーもすごい必要だと思うし、敷居も高いし、透明性もあんまりないし、見えにくいってこと。しかも何て言われるかわからないし、逆になんかこう返されちゃったらどうしようみたいな、恥ずかしいみたいなのがあったりとかするのを、なんか小四郎さんとしてはなんか今後どう考えられますか？そうかもしれないね、うん、だからそれは全然あの否定もしないし、はい、で僕は極力もう式を、うん、もうなくしたいと思ってるし、うん、だからまあうちの事務所なんか気楽にみんな遊びに来るし、はい、電話もあるし、はい、みたいな、はい、でこっちもそうは言ってもなかなかあれだから、まあ、星野テレビってやってて、はい、もうフルオープンで自分の考えを毎週水曜日、ね、はいはい、話しさせてもらったり、うんうん、あといろんなところにもどんどん顔出して、うんうん、だからお祭りの場所で、はい、いやいや実はちょっと話したいことがあるんですけど、はい、というのはいっぱいあるよ、うん、でこっちはだけど別にお祭りに行っててさ、ダボ着てハッピー着て僕実際に担ぐから、はい、うん、担いでる仲間としてちょっとっていう風に、だからこっちがもう何もう本当仲間なんだっていうことでどんどん飛び込めば、はい、それぞれいろいろ困ってる人がこう相談をしやすくなるし、はい、そういう風に努力してきたつもりなんで、うん、であとは今このソーシャルネットワークとかいっぱいあるんで、うん、本当にあのこうやって TL で、はい、ね、もらうとか、うん、すごくそこはあの我々も努力しなきゃいけないと思ってるし、うん、今はだってうちの自民党の総裁ガッキーだって、はい、ガッキー、ガッキー、本人ガッキーって言ってたよ、ガッキー、いやいやいや、あの谷垣さんね、はい、僕もすごくお世話になってあの近しい人なんですけど、うんうん、あのご本人でツイッターやってるから、はい、うん、TL で返せばいいし、なるほど、うん、逆にそこはあんまりこう何気にしないでどんどん、うん、ただ全部の政治家がちゃんと対応ができるかっていうとできてなくて、こういうソーシャルネットワーク的なものに疎い人、そうですね、うん、もういるから、そうですよね、だとしたら、まあ、知り合い通じてあの電話するとか、だからその知り合いを通じてではなくて、もうちょっとなんか、うん、あのオープンになってほしいってこと、うん、あってほしい、そうね、そうだと思うよ、だから、まあ、僕なんかツイッターもやってて、はい、名刺にも全部つってあるし、うん、ね、あのホッシーズで、はい、くれればアットホッシーズで全部くるわけで、はい、それが大事なのかなと思う、うん、うん、あ、そうですね、その将来こういう風に日本はなっていってほしいって思ってる若い人たちっていうのは、うん、今回の地震経験して、はい、もっと増えたと思うんですね、はい、例えば女性だったら子供を産むのにどうしようって考える人とかも本当に多いと思うし、実際私もそういうふうに思う、考えてるし、でそうなった時にそういう議員の方を選ぶってなった時はやっぱり信頼性がこうやっぱりないと、投票ってすごくやっぱり清き一票なんで、そうですね、あの僕の仲間で今日見てくれてないかな、うん、あの編集長の同級生で、ね、僕このすごい優秀なあの英語屋の、うん、ね、伊藤さん、伊藤さんね、伊藤さん社長、はい、編集長同級生だって、はい、星野テレビに2人出て分かったんだけどね、あ、そうまあいいんだけど彼が彼はものすごい優秀な人だと僕は思って、はい、若いけど、はい、と思ってて、彼が言ってたのは僕はすごく胸に突き刺さってるのは、はい、星野さん今ね、うん、あの有権者が政治家をどう見えるか知ってますって聞かれて、はいはい、あのゲームセンターのところにあるガチャガチャと一緒なんですって言われたの、はい、あ、なんか入ってるんだけど、うん、ガチャガチャってやって落ちてくるまで、はい、中身が全然わからないでしょ、そうですね、うん、だからマニフェスト出されてもそうなんか結局やってみたら、うん、あれみたいな感じのことが多いっていう、そう、だからガチャガチャにならないように、さっきのファッションじゃないけれど、はい、少なくともデパートの、ね、手に取って取れる、はい、あの手に取って触れる陳列棚に並んでないといけない、ね、もうタグを見れるぐらいにしてほしいですね、そう、そう、それぐらい個性のものなんだってそれぐらい我々は常日頃明確に自分の考えはこうですと、そうですね、うん、でこういう考え方でこういう活動を今してますと、を言うのを言う、はい、でしかも朝街頭演説 やってれば朝声をかけることもできるだろうし、あ、はい、まあ、文句だったら文句も言えるだろうし、うん、とにかくガチャガチャの外に出て、はい、うん、手に取ってもらえるようなところまで我々はどんどん出ていくべきで、
うん、その努力を 全国のそういう政治関係者がやったときにガチャガチャに見えなくて、自分たちはちゃんとこの人がの考え方がいいから、この人信頼できるから投票しようっていうふうになるし、これからはどんどんそういうふうに近くなってくると思う。うん、またそうしていかないといつまでたってもガチャガチャだね。そうですよね。投票したら200円入れるにも入れられないよ。何が出てくるか分かんないから。何も何を物を買うにしても、うん、いいと思うからお金払お投資して買うわけですよね。でしょ、やっぱ一票投じるにしても、はい、うん、ね、ポスター見ただけで、その人の考え方が分からない、はい、だから少なくともだけどちょっと関心持ってもらえれば、うん、あのホームページで名前打てば、うん、ね、あの検索で名前打てば全員出てきますよ、うんうんうん、うん、全員出てくるし、自分の考え、その人の考えも見ることもできるし、ツイッターで探してもいいし、フェイスブックであれしてもいいし、だそこはあの有権者と政治関係者が、はい、あの垣根なく本音で、そうですね、うん、もうちょっとなんかマニフェストも、うん、あのあんまり難しい言葉を使うのではなくて、うん、こう例えばなんか媒体をもうちょっとこう、まあ、イラストつけるというか、何て言うんだろうな、うん、なんか言葉が難しく一般市民にも読めるような言葉で書いてほしい、そうそうそう、わかりやすく、それはね、それは間違いなくマニフェストの方が悪い、うん、悪い、うん、いやいや、それはそうだ、だ、ね、普通の、うん、普通の社会人が読んでわかるようにわかりやすい言葉で、専門用語は使わないで、うん、そうですね、だけども明確にイメージができる、うん、イメージが、米印とかはできるだけ少なくそうそうそう、うん、と思います。あの僕も元新聞記者ですから、あの新聞記者っていうのは普通にはあれなんですよ、どういうふうに教わるかっていうと、小学校高学年から中学 1,2 年生が読んで素直に分かる文章じゃないと全部ボツなんだよ。なるほどな、うん、いやいや、常にそこに読者のあれとを置いて新聞記事っていうのは瞬間でみんな書いてるわけで、うん、だからそういう努力を政党側は割としてなくて、うんうんうん、あの専門用語羅列してちゃんと政策作ってますよって、アリバイだよ、アリバイみたいな、アリバイだよ、よく聞くような言葉をこう並べてあって、うん、じゃあ本じゃあ裏側はどうなってんの、その通りっていうのが投票が終わって議員になってから分かるみたいな、うんうん、そうそう、すごいなんか、だからそれはねマニフェストの方が悪いし、政党とかそれぞれの政治家の方が、難しいことですよ、うん、短い文章の中で全てを伝えるっていうのはそう簡単なことではないけれど、そこにものすごい努力をしていかないと、うん、読んだけど専門用語いっぱいで分かりませんでしたって何も意味ないもんね、うん、例えばそれで反対されてもいいと僕は思ってるわけ、はい、うん、俺の考え方と違うということが明確になればいいわけで、はい、うん、それを、ね、みんなから支援してもらいたいと思ってるから、はい、オブラートに包んだようなことを書いてると、はい、結局何言ってるか全然分かんなくなっちゃうっていう、はい、悪い文章の、もできないそうそうでしょ、はい、だから、ま、マニフェストって、まあ、今は民主党さんがあんなマニフェストを作っちゃったんで、マニフェストっていうと詐欺の代名詞みたいになってるけど、もともとはマニフェストっていうのは、はい、昔の政治家がやってた公約、はい、うん、緑豊かな街を作りましょうとか、あ、うん、はい、安全に暮らせる街を作りましょうとか、はいはい、こんなことを5つぐらい並べてやってた昔は、はいはい、こんなの当たり前だし、うん、具体的じゃないよねっていうことでマニフェストになって、はい、いつまでにどれぐらいの面積の樹木をこうしたところに増やします、お金はいくらかかりますから、このうちの予算のこれだけのお金はかけますと、その具体的なものをマニフェストって呼んでた、うん、だけど、まあ、残念ながら民主党さんがこの前衆議院で書いたのはできもしないことを羅列して、うん、やってしまったから結局はできないことばっかり書いてあるんだと、じゃあ一生懸命読んだってしょうがないということで、あれはマニフェストに対してはものすごく失礼な行動をしてるんだと思うよ、うん、なんか TL もあの、あの湘南パトロールさんが東京は雨が降ってきましたっていうのが言えるわけですけど、あの先ほど その質問された方がこれくらい分かりやすいお話を聞けたら興味も持ちやすいですねっていうことと、あとはマニフェストきちんと原材料添加物アレルギー表示の政治家笑い笑いって書いてあるのと、あとはまあ当選してから有権者の声を聞ける人が少ないイメージが強いのかなっていう、あの、TL を、はい、おしゃれ、あれこうだよ、清水さんです、そうですね、はい、おしゃれさんからおしゃれさん、ありがとうございます、はい、まあだけど
基本的に有権者ってすごく見てますよね。うん、あのものすごく見てます。で、すごく信頼関係、信頼関係っていうのは変なんですけど、信用できるのかどうかっていうところに、到達するまでこう突き詰めていっても、結局はなんかこう政治になってからじゃないとわからない部分っていうのがまだあるのかなっていうのをすごく感じていて、例えばマニフェスト読んでたりしても、あのなんだろう、街頭演説聞いたりしても、それを本当にやってくれるのかなとか、なんかこう、言葉の捉え方によってはこれやってくれないんじゃないかなとか、そういうのをもっと若い人たちは、多分ストレートにドカンってこう、これやるよっていうなんかこうのをなんかこう、なんていうんですかね、力強い、あの信頼性のある言葉をぶつけてった方がいいんじゃないかなって思います。でさっきのガチャガチャの話にまた戻っちゃうんですけど、やっぱりあのガチャガチャに見える最大のことって、今おっしゃったことだよね。どうせいろんな綺麗事言ったってやれないんじゃない、できないんじゃないって、で綺麗事並べてできないっていうのをこだわるようだけど、この前の民主党マニフェストは証明をしてしまったんですよ。そうですね、ね、お金配ります、農家にも配る、これも配る、ね、でも結局できないっていうね、できないこと、できないことを証明してしまったっていうことで、僕は彼らの罪っていうのはものすごくその政治に対する信頼を失ったっていうことのあれに、特にマニフェストに対して、だからマニフェストっていう言葉今使えなくなってる、マニフェストイコール詐欺と同義語だ。なるほど、だからこれをやってしまったっていうのはすごくやっぱり僕はあの罪大きいことだなと。そうですね、もちろん自民党の政治が飽きられて、とにかく自民党じゃなければいいやと、いう部分もあったから、半分の責任は自民党関係者にもあるし、それは僕がその場にいたとかいないとかじゃなくて、地方で頑張ってるこういう人間たちもみんなその責任を負ってる。だからそれは政治が全体として負ってるけれども、政治に対する期待感とか実現をして本当にできるのかという疑問に、真反対の答え方を今しちゃってるっていうのはすごく問題大きいと思う。そうですね、なんかマニフェストを見て私たちは投票しなきゃいけないのに、そのマニフェストに裏切られちゃうと、やっぱり政治的な関心も薄れていって仕方がないというか。そうですよね、だからそのマニフェストで言ったことができてないということが、昨日の統一地方選挙の結果でも民主党が大惨敗ということにつながってると思う。なるほど、TL 来てます。来てますね、好みがちゃんと見えるっていうコニーさんから、いつもカミカミで、すごいなんかあのなんかみんなからこうなんかいじられるキャラ、漢字が読めない、漢字読めなかった、みたいな感じなんですけど、ここでこう、ひらがなで書いてもらったりしてるね。なるほど、編集長がコニーさんそれ気のせいです笑いって言ってるっていう。あとは私は藤沢駅で演説している人よりも、鵠沼駅海岸、鵠沼海岸駅、それ漢字読めないっていうレベルじゃないの、よく順番が違うんだな、鵠沼海岸駅で握手してくれる人の方が好きだな。あとは湘南パトロールですからね、はいはい、あとは読める読めないじゃないの、あとは UMS ポピーさんで言った、いつもあのコメントいただいてる方は、もっと若い人が政治家になりたいと思えるようになるといろいろ変わってくるかもっていうのと、それから渋谷さんは、藤間に TV タックル、延長3時間スペシャル笑い時代引き継ぎ話、20世紀のもろもろの引き継ぎが必要。そうだね、番組の小林渋さん、ご無沙汰してます。はい、もう終わりだって流れて、そうですね、はい、いや、またでも呼んでくださいよ、藤間に TV、今度は星野テレビにもまた来てください。そうですよね、彼女よく来てくれるんだよ、そうですね、ぜひぜひ、楽しい話題で、だから本当に星野テレビやってる最大の、あの理由も、政治ってなんか遠くで誰かが勝手な、ことやってるっていうね、そうじゃなくて、我々も生身の人間で、本音で苦しみながらやってるし、
もう本当に身近なもので、はい、最終的には誰でもみんなが投票で決めていかないといけないという、はい、そこをね少し身近に感じてもらいたいと思って毎週やってるんですよね、はい、ですよね、はい、とか言って、はい、また呼んでください。今度またファッションちゃんと決めて今日はそういうのファッションコーナーあるって知らなかったんで、じゃあスーツじゃない格好っていうのもあるかもしれない。ああいいね、あいいね、いいね。 PL で初めて番組見てます、はい、テレビの国会中継はなんで政治家や政党の上げ足取りみたいなことばかりやってるのでしょうか、うん、国のため国民のためとか言ってるけど、うん、そのようには到底思えませんっていうのが若子1130さんで、うん、キリYKZ さんでお邪魔します。ユーストに星野さんいらっしゃると安心感ありますどういう安心感だろう安心感今までなかったんだって。なかったな、はいはい、失礼いたしました。ということで、まあ、一旦ここで、はいはい、フジマニガールズ TV は、はいはい、お開きじゃあ引き続き星野テレビに切り替えて嘘あの水曜日夜10時からやってますんで、はいはいはい、ぜひそちらもご覧になって、はいはい、ぜひご覧に、はい、ご覧ください、はい、今日はどうもどうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。握手で、握手でありがとうございます。ありがとうございます、はい、すいません。はい、あ、今度パジャマで来てくださいやばいな、はい、はい、で離脱して平気なのこれ、はい、大丈夫です。バイバイ、バイバイ、大丈夫、違和感ないよ俺はい、ありがとうございました。はい、すいません。ここからは余韻っていうことですか。この街に生まれてこの街で歌うに